はい、どうもともやんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。先日ですね、セカンドマシンね、リアも組み上げましたっていう動画を上げました。で、そのこのね、フラッカーのこのピストンブレーキシステムのスポンジブレーキバージョンっていうものをちょっとね、作り方をお伝えさせていただきました。で、今回はですね、まだちょっとね、走行させてないので、ちょっとね、これの効果っていうのは検証できてないんですけども、こちらのね、ピストンブレーキシステムの応用っていうのをちょっとね、やってみたいと思います。まあ、応用っていうほどでもないかもわからないですけども、ちょっとね、お伝えしたいと思います。はい。でね、こちらなんですけども、この上に載せてるここのプレートね、直プレートを加工して作ったやつなんですけども、このプレートっていうのをね、もう一度組んでいただきたいんです。まあ、もし余裕があればでいいんですけども、こちらね、直プレートをカットしまして、それをこう重ねてね、左右からこう重ねて貼り付けてます。こういうプレートね、予備でちょっとね、作っていただいたらいいかなと思いますね。で、こちらで何をするんかって言ったらですね、ここにね、ブレーキがね、ここにブレーキ貼るんですけども、こう向きにね、使いますよね。こう向きに使います。で、ここにね、ボルトをね、ちょっと通して、マスダンをね、つけれるように、ちょっとね、加工してみたいと思います。まあ、すごく簡単ですね。ここ、サラビス加工して、サラビス通して固定するだけなんですけどもね。まあ、ちょっとやってみますよ。はい、こんな感じですね。こういう感じになります。ね、まあ、サラビスですね。20ミリぐらいの、まあ、サラビス、ここにね、つけてます。で、裏からね、つけてもらって、この面にね、この面にブレーキがつくので、ちゃんとサラビス加工して平らにしといてくださいね。ここの面に、ブレーキがね、こうやってブレーキがつきますんでね。ここにね。で、あとはここにね、マスダン乗せてもらうみたいな感じです。ね。ちょっと実際にね、セカンドマシンの方でね、組んでみますからね。はい。初めについてたね、スポンジブレーキね、こんな感じ。2ミリのね、スポンジブレーキつけてたんですけども、これさっきつけてたやつです。これ外しました。で、代わりにですね、先ほど作ったプレートですね。裏返すとまだブレーキは貼ってないんですけども、あとはまあ、ここにブレーキ貼ったら完成なんですけども、こんな感じですね。マスダン。乗せるとこんな感じです、ね、サラビス加工したプレートをここにね、先ほどのプレートここにあります。それに今マスダン乗せただけになりますね。こんな感じ。以前にね、ご紹介した東北ダンパーってあったじゃないですか。まあ、あれをね、乗せる場合、 TTMA の場合、ここからね、ここからこう乗せてもらったらいいんやけど、それがまあ面倒くさい場合はもうこのタイプでもいいですね。マスダンの重り自体は同じ大きさのものですよね。こんな感じになります。ちょっと後ろから見てみようかな。こういう感じね。まあ、マスダンつける方はこういう感じで加工してもらったらいいと思います。で、ここね、ブレーキつきますんでね。で、またこのね、ボルトをキュ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 って回してもらったら、スポンジブレーキが飛び出るようなシステムです。はい。まずこれがね、マスダンの付け方一つ目っていうことですね。でもう一つのね、マスダンの付け方をちょっとね、ご紹介しますよ。よいしょ。これちょっと外しますね。あ、そうそう。皆さんね、マスダンつけるときどれ使います？このね、丸っこいやつね、使ってる方、おっとっと。この丸っこいね、なんていうのこれ。ね、使ってる方多いかなとか思うんですけども、まあ、いろんなね、止め方あると思うんですけど、ともやん結構ね、ゴム管で止めることが多いんですよ。まあ、今回はね、ちょっと分かりやすくするためにこの、この丸こいのを使いましたけどね、まあ、ゴム管で止めてもらっても全然 OK ですね。皆さん何かね、もっとかっこいいなんか止めるやつあったらまた教えてくださいね、ここね。はい、こんな感じですね。抜くとこういう感じになってますからね。で、ここをね、トモヤンはね、固定するときに、あれですね、ワッシャー入れてますね、ここね。ワッシャー、スプリングワッシャー入れてから、ナットで締め付けてます。ね。まあ、こっちはロックナット使ってるんですけど、この、
ここのビスはね、あのブレーキを上下させるためのビスなんで、ちょっとねロックナット使ってるんですけどね。でマスダン固定したりする時っていうのはスプリングワッシャー入れてから、ナットで締め付けてます。それの方があの緩みにくいかなと思いますね。はい、マスダン外したらこんな感じになりますね。はい、でもう一つのね、マスダンの、まあ、このねブレーキのねプレートを使ってマスダンをつける時にあのこうしたらいいんちゃうかなっていうのをねちょっとね提案させてもらいますんでね。まずこれ外しますよ。はいはい、これね先ほど作ったやつですね。これちょっと今外しましたよ、これね。でどういう風になるのかって言ったらですね、またね一番初めの あのスポンジブレーキのやつをつけてるんですけども、ここのボルトですね、ここのボルトをですね、先ほど10ミリのものをつけてたんですけども、今回20ミリのものに変えてます。両方ともね。で、まあまあ、もう簡単な話なんですけども、ここにね、マスダンをね、入れてもらったらええと思います。こういう感じでね。マスダンの位置なんかもですね、センターに持ってくるのか、両サイドに開くのかによって、なんか若干やっぱりね、マシンの動き変わってきますんでね。こんな感じですかね。これまあちっこいマスダンつけたらこんな感じですかね。よくねここにこの端っこにつけてる方もいますよね、この一番後ろのここにね。うん、でもせっかくここでねサラビス加工して、ごめんなさいよ、ここでねせっかくサラビス加工してボルト出してるんで、ちょっと長めのねボルト入れてもらってここにマスダンつけるっていう手もありありですね、これもね。うん、全然 OK や思います。よいしょ。でまあ重さなんかもね、マスダンの重さなんかもまあいろいろね、いろいろこうお好みで入れてもらったらいいと思います。こういう大きいものをね、こういう大きいものを入れてもらってもいいですし、このちっこいものでもいいと思いますね。うん、こんな感じでまあまあ何でもね応用できるようにちょっと長めのビス入れるっていうのもありと思います。トモヤあんまりねマスダンつけないんで、こんな長いビスはトモヤはつけないんですけどね。で、こういう感じでね予備でねプレートを何個か作っておいて、例えば今これやったらね2ミリのブレーキ貼ってるんですよ。厚みが2ミリのねブレーキ貼ってます。でこの予備をね作って、ここは1ミリのブレーキ貼っとくとかね、うん、それとか3ミリのブレーキ貼っとくとか、まあ予備でね何個か作っておいても邪魔にならないかなと思います。でもし作るんやったらこういう感じでマスダンがつくようにしといたりですね、うん、なんかいろいろちょっとねアレンジしたやつを2つ3つ持っとってもいいんじゃないかなっていうことで、ちょっとね応用っていうことで提案させていただきましたね。よいしょ。これまだね検証してないんですけども、おそらくめちゃくちゃいい働きしてくれると思いますよね。まあまあちょっとね出してるんですけどね、うん、すごくいい働きしてくれると思いますね。もしよかったらね皆さんもね作ってもらったらねいいと思いますね。まあなんでかって言ったらね、ブレーキってね本当に消耗品なんですよ。うん、まあ一回走らせたら終わりとかね、そういう人も結構おるみたいなんですけど、これ出し方、そのブレーキの出方を調整できるんで、減ってきたらもっと出せばいいですよね、減ってきたらね。で、横から見た時にこう斜めに削れる人が結構おるらしいんですよ。こう横から見た時にこう斜めにね、こういう感じにこの後ろばっかり削れて前は全然削れないみたいな、まっさらで残る人とかね結構おるんですけども、そういう場合はねこうプレートがこうあるじゃないですか。で後ろの方が削れたら、今度こう向きにねひっくり返して入れてもらったら、今度逆にこう斜めに残った状態になりますよね。うん、だからブレーキをね、なんていうかな、まあまあ無駄にね捨てるんじゃなくって、ギリギリまで使えるようになるんじゃないかなみたいなね、そんな感じですね。うん、まあまあもったいない、結構ねもったいないと思いますよ。結構高いしね。で3ミリのブレーキ使わないこともありません？なんか大体1ミリ2ミリみたいな感じでねよく聞くんですけども、うん、なんかね視聴者さんでねコメントいただいた方で、このスポンジをちょっとねライターで炙ってちょっと圧縮させて使うみたいなね、
うん、そういう方もねおるらしいですけども、3ミリとかやったらねやっぱり削ったりね、トモヤはねちょっと削って使ったりしたことあります。あの ペーパーヤスリでパーッと削ってね、うん、でもこのシステムやったら3ミリでも全然ね、あの高さ全然調整できるんで3ミリでも全然使えると思います、うん、だからあのロスなくね、このブレーキのロスをなくすっていうためにもこういうシステムがあった方がちょっとねいいかなと思ってね、ちょっとね提案させていただきましたよ。はい、まあミニ四駆のね楽しみ方はね人それぞれねいろいろありますんでね、もしねあのいいなって思ったらね作ってみてくださいよ。別にこれあの TTMA 以外でもね全然使えると思います。普通のあの MA シャーシねでも全然これ使えると思いますし、あの MA シャーシ以外でもねどのシャーシでもこれ使えると思いますよ。うん、感じね。はい、っていうことでね今回はねこのねピストンブレーキシステムのちょっと応用っていうことで、マスダンの取り付けっていうことですね、これをお伝えさせていただきましたよ。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。またね次回の動画もねお楽しみください。じゃあねー。